はい、ではですね、信長の野望大使ウィズパーフェクトですね、小田原征伐の前竹編をね、21話始めていきます。20話なんですけど、かなり時代が動きました。信長が死んで、秀吉が死んで、あの時代がかなりね動きました。なので、見どころはね結構あるとは思います。はい、いろんなところをね、あの後ろをね取ったりとかしました。二条御所ね、もうクリアの前提の条件取りました。勢力図の方を見ていきましょう。勢力的には今ポイントは15ポイントですね。で、国力第2位ですね。豊臣家が第1位かな。豊臣家が第1位で、徳川家が第3位ですね。徳川家を抜きましたね。はい。ということで、内政は多分やったはずなんですよね。多分内政やりましたよね。継続発展だけやっておきます。はい。ではね、進めていきます。皆の力、合わせよう。敵が我が領内に向かっております。なんか援軍小諸城に攻めてきたっていうことですね。小諸誰もいないし、これ取られちゃうよね。あと何日 ?40 日。あと40日。行きます。小諸取られたら取られたで、まあ、我慢しましょうか。小諸はね。はい。で、真田城で防衛するような形で行きたいと思います。皆の力、合わせよう。標高26日ですね。豊臣家とはまだ3ヶ月。3ヶ月じゃ重なるってことですね。三河武士の誇り、見せるは今ぞ。どうだろう。多分勝てるでしょう。あ、負けちゃいましたね。南部とも戦争になるんで、あんま出したくないんですよね。ただこの辺確か勝てそうな場所を作った気がするんですよね。建築していたんで。まだちょっと勝てそうもないですね。あ、ここだったら勝てますね。ここちょっと行っときますか。進むのだ。三河武士の誇り、見せるは今ぞ。敵が我が領内に向かっております。あー、真田城も攻めてきたんですね。42日。真田城はちょっと少ない兵で倒せるんで、どっかいない、武将がいない。じゃあやっぱ小諸上げちゃいましょう。上田防衛して、真田防衛してって感じでいきます。三河武士の誇り、見せるは今ぞ。敵が我が領内に向かっております。何日だい。25日。25日ですよね。これがあと何日だ。あと11日、間に合いますね。ここ取ったらこっち防衛行きましょう。この城、もらい受け。で、繋がりましたね。だいぶ繋がりましたね。
まねえな。行こう。じゃあここで、あ、30日だとかかるんだ。30日もなんか待つのバカバカしいですね。であれば、ここにちょっと行きましょう。我に続け。報告いたします。先月の終始です。表情を始めようか。策がございます。論議ちょっと取っときます。よし、表情は終わりだ。これ明智なんとかっていうのをね、取っときましょう。本気力上昇とか取っときますね。あ、二人後ろ来ましたね。ありがとうございます。じゃあちょっと歩兵します。かしこまった。で、歩兵速度アップは切れてるんで入れときます。格の違い見せてやるよ。で、兵糧を買っておきます。取引を行いましょう。じゃあ進めます。待機する。あー、強行で204日、ちょっと時間かかりますね。ここ勝てるでしょ多分。誇りにかけて負けはせぬ。はい、ということでかなりねいい感じになってきたんじゃないのかなと思います。じゃあ、コミネ城をね、狙います。100人なのでね。出陣しよう。じゃあ、ここで、戦争ですね。あ、お金押し上げますよ。うん。三河武士の誇り、見せるは今ぞ。揺るぎません。はい。敗者は腹を切れ。こっち間に合うのかな。あと3日。これが、あ、もう到着してる感じですね。到着してる感じですね。参ります。ペース的に勝ってるんで、行きますか。で、真田はちょっと一回籠城すればいいだけなので。はい、小峰はね、走って取りました。で、じゃあ、大田原城？うん。大田原城をね、取り行きます。手を打とう。いざ参ろうか。我が領内に敵が迫っております。はい、ということで迫ってきてるんで、じゃあここをね行きましょう。上限兵数的にも勝てますね。大丈夫ですね。勝てます、勝てます。あ、負けちゃった。ここで負けるとちょっと厳しいですね。で、真田城の守りを出します。出陣するぞ。敵が我が領内に向かっております。ああ、ここを狙ってるってことですね。
まあ、真田城で、真田城のところで当たるでしょ、こいつ。上田からちょっと一人出しますか。上田から、一人出して、であれでしょ、こっちからこんな感じで行けば小室を取り返せるんじゃないのかな。武将いないしね。大田原も取れましたね。じゃあ宇都宮行きます。行こうか。宇都宮は1万4000の守り上げ無理ですね。取れそうな場所がなくなってきましたね、だんだんね。こっちだったら取れるんですよね。42日もかけて行くのはちょっと微妙な感じはするんですけど、まあちょっと行きますか。いざ参ろうか。勝ちは揺るぎませんね。戦に勝つが、己の負の役目よ。参る。ここもか、もう一回、勝てますね。あ、これ、いなくなりましたね。はい。小室城返してもらえそうですね。こいつどこ行くんだろうね。戦に勝つが、はい、ということでね。なんとかね、真田城は守ることができました。小室もね、多分取り返せるはずなので、様子見て、伺っていきます。ます二条五所と、ここで多分当たってくれますよね。大丈夫ですよね。大丈夫だと信じます。ちょっとこう様子見ときましょう。はい、取り返しましたね。じゃあ入場しておきます。で、家康くんのはだいぶ落ち着いてきましたね。あ、でもなんかこいつに出てる。59,000。59,000出せるかな、こっち。ここら辺からは出せるけど、南部と行けれなくなっちゃいますよね。今、何ヶ月だ、これ。まだ1ヶ月。南部と戦争はどんな状況なんだろう。ああ、何倍つ攻めてきてもおかしくないですね。でも、衰退してるから大丈夫かな。じゃあ、ちょっと、集めますか。これで。進め。行くぞ。徳川家をどんどんとやっつけちゃいましょう。なるべく兵数上限が有利な場所で当たりたいですね。ここで三春城でね、当たりましょう。進め。ちょっとここね、豊臣とは5ヶ月。公安の使者送っときましょう。
報告いたします。先月の収支です。ゲチ、兵糧を買います。取引を行いましょう。ありがとうございました。で内政やります。継続発展とりあえずやっといて、あといらないものを削除していきます。これいらないね。これもいらないね。で、あとは、ここら辺に準権者を立てておきましょう。承知しました。あと、歩兵ですね。ここは歩兵終わってますね。そうすると、ここら辺？あ、1400しかここいないんだ。これやばいね。取られちゃうな、ここ。かしこまりました。はっ。はっ。よし。で、あとは建築ですね。この辺をね、建築していかないとね、まずいんで。いらない。で、準権所をね、立てまくります。ここですね、効果あるのもね。かしこまりました。ここも効果ありますね。あとは効果ないので、柵でも作っておきます。かしこまった。はっ。まあ、こんなところですね。ではね、進めていきます。ちょっとここをそのままちょっと守り通したいですね。とりあえず強行にしておきます。で、多分こいつが通りがかりに多分ここで当たってくれるはずですので、内側はもういいので、ちょっと、こいつこんなところに行くんだ。ああ、だめ、戦地は弱いんでやめときましょう。敵が我が領内に向かっております。いや、もうここはできるでしょう。飛車送ってますよね。で、4万の30日ですよね。大丈夫です。ちょっと遠回りしましょう、これ。当たっちゃいますね。行こうか。これが、21日。で、こっちが28日。まあ、大丈夫でしょう。あー、当たっちゃった。あ、当たったけど、なんか、すごいさ、兵力差で勝っちゃいましたね。そしたら、なんかこの辺行きたい、やっぱこっちの方に戻りたいね。ここら辺も間と抜きたいね。でも22日かかるのか。こっちが29日。じゃあそのまま、このままで。前だけ撃つときちょっと、いやー、おいもですか。報告いたします。先月の収支です。
ご命令を。ちょっとホイムを買っちゃいましたね。とりあえず内政建築ちょっと進めておきます。はと、あとは商業も進出しておいて、かしこまりました。兵糧を買います。取引を行いましょう。はい、ということで、じゃあ、21話の方はね、ここぐらいまでにしておきます。まあ、だいぶね、かなり動いてきたのかなって感想になりますね、個人的にね。はい、ご視聴ありがとうございました。